フンボルトペンギンは、超高ペンギン、木ペンギンかケープペンギン族に属する、鳥類。チリ北部及び中部、ペルーュ小苗、ハンボルティは、フンボルト海流沿岸部に分布することに由来する。主に北は、南位5度のホカジマ、南位33度のアルガロッポまでの範囲で繁殖する。南は、南位42度のチロイトープニウィルで繁殖し、 これは前日の範囲から約9 0 0キロメートル南方に位置する。大規模な繁殖地として、プンタさん不安がある。フンボルト海流が流れ込む南アメリカの沿岸地域に暮らしており、主にペルーのホカ島からチリのアルガロボにかけて繁殖しているほか、南へ42度のチロイ島にも繁殖地がある。分布域南端では、マゼランペンギンと同所的に分布する。 全長64から69センチメートル。頭部から上面は黒い。目から頸部にかけて半円状の白い半紋が入る。胸部から腹部は白く、黒い斑点が入りこれには個体変異がある。胸部に一本のみ黒い帯模様が入る。交際は赤葛色。くちばしはマゼランペンディンと比較すると太くて長い。くちばしは黒く、 灰色の筋模様が入る。くちばし器部にはピンク色の皮膚が露出する。甲子は黒く、白やピンク色の反紋が入る個体もいる。幼鳥は頭部から頸部、上面は褐色や脳灰色で体模様は入らない。野生ではマゼランペンギン、飼育下ではケープペンギンとも主観雑種を形成することからこれらを動詞とする説もある。 種商名のハンボールティ及び和名のフンボルトは、ドイツの地理学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルトに由来する。野生での知見は限られ、主に飼育下での知見に基づいている。協調性は良く、集団繁殖地でも激しく争うことは少ない。飼育下での敵対行動として鏡ながら、頸部をねじって、片目で交互に相手を見るもしくは、 頭部の片方を相手に見せる前のめりになり、くちばしを相手に向けるなどがある。主に、ペルーでは1月、チリでは2月に寒を行い、約2から3週間を風を利用するために、海岸の岩の上に集まり消耗を避けるためにほぼ、眠って過ごす。遊泳速度は、平均時速 3.4km だが、最高時速 11km で泳いだ例もある。ペンギン類としては、 浅い水深までしか潜水せず27メートル以上。潜水することは稀で、最新潜水記録は54メートル。主な潜水時間は1分から2分半で、最長潜水時間は165秒。チリでは、サンマルイ、スコンブレザックス、カタクチイワシ類インクローリスリンス、マイワシ類、サーディナップスサゲイクスなどの魚類を食べていたという報告例がある。 アルガロッポでは主にカタクチイワシ類を食べるが、マイワシ類、ミナミスルメイカトッドロズフィリップビも食べていたという報告例がある。卵やヒナの捕食者として、セチュラギツネ、ペルーカモメ、ミナミトウゾクカモメ、クロコンドルなどが挙げられる。特定の繁殖期はないが、主に4から5月に繁殖を開始することが多い。飼育家では周年繁殖することから、 野生でも周年繁殖している。可能性も示唆されている。南部個体群では通常年に1回のみ繁殖するが、北部個体群では繁殖、育数に失敗したペアと約半数の繁殖、育数に成功したペアが9から10月に2度目の繁殖を開始することもある。婚姻様式は一夫一妻制だが、飼育下では生費に偏りがある。飼育環境では一夫多妻、 一切タフとなることもある。死別しなければ、前年のペアを解消することは少なく、同じ巣を利用する。飼育下の観察例では、オスよりもメスの方がペアを変更する傾向があると、される。ペアの形成、維持の決定権がメスにあることが示唆されている。繁殖行動として単独で、頭部をやや反らし翼を広げ鳴き声を上げながら、 前方に移動する、ペアで向き合い前方に移動せずに、同様の行為を行うオスがメスを翼で叩いたり、翼を震わせる互いにお辞儀をするなどが、報告されている。日差しを避けるために、グアノの斜面に穴を掘り巣を作ることもあるが、グアノが採掘された場合は、海岸の砂地や、海岸の洞窟で繁殖することもあるが、海岸では、高波による浸水などにより繁殖成効率は、低下する。 野生では、メスの素材集めをした、報告例はなく、飼育下では、約81.5%の巣では、オスのみが、素材を集める。2個の卵を産み、産卵間隔は2から3日。雌有ともに放卵し、放卵期間は、平均40.7日。繁殖性効率は環境による変動が大きく、平均で1つの巣で1.3波。 エルニーニョが発生すると獲物の回遊範囲が変化することで繁殖地周辺に獲物がいなくなり親鳥が獲物を探すために遠方まで移動し帰れなくなるほどの距離まで移動してしまうと残された片親が繁殖を放棄しひなが餓死してしまう。エルニーニョ発生時には繁殖成功率が0.1杯以下まで激減することもある。北部個体群では最大で年あたり4羽の個体が巣立つ。 可能性もあるが、4羽すべてが巣立つことは、稀とされる。ひな同士で群れを形成しない。一生オすと海を往復して過ごす。トンネルを掘り巣にするほか、海岸の洞窟や丸石の間などを利用するが、時には地表面にモスを作る時がある。卵を2個産み、40日ほどで孵化する。グアノ採掘による産卵地の破壊。漁業による食物の競合や混濁。卵も含む。 食用、漁業の餌用の狩猟などにより、生息数は減少している。エルニーニョ、繁殖地での人間による格乱やすの踏みつけ、人為的に移入された犬による、捕食、原油流出などによる影響も懸念され、生息数が減少したことでクルペオギツネや、カモメ類、コンドル類といった、在来種の捕食も脅威となっている。 1982年以前の生息数は1万6000から2万羽、1987年における生息数は1万羽と推定されている。一方で2003年におけるチリのチャニャラール島の生息数は、成長2万2000羽、未成熟個体117羽、ヒナ3600羽という報告例があり、生息数が減少していることは確かであるが繁殖に、 協調性がないため生息数を把握することが困難とされている。1981年にワシントン条約附属書 i に掲載されている。本来の生息地である南米では産卵場の環境破壊、餌の魚の乱獲など人為的影響やエルニーニョなどにより個体数の減少している。日本では1915年に 初めて恩師上野動物園に寄贈された個体が飼育され、これは日本国内ではペンギン名全体としても初の飼育例とされる。第二次世界大戦以前のペンギン名に関する飼育記録は限られるが、本種の飼育下繁殖には成功していたとされる。第二次世界大戦以降では1953年に東山動物園が飼育下繁殖に成功したとされる。 日本では1996年現在、70施設で1162羽が飼育されている。野生種は2005年には、約1万羽にまで減少したとされる。国際自然保護連合のレッドリストで、絶滅の危機が増大している、気球に指定されている。また、ワシントン条約付属所愛に指定されており、取引が厳しく制限されている。フンボルトペンギンは、 南アメリカ沿岸地域の温帯に生息しており、日本の気候で飼育しやすいため、水族館や動物園で見かけることが多い。日本で最も飼育頭数の多いペンギンであり、飼育頭数は70以上の施設で1600羽を超えていると言われ、日本での飼育頭数が全生息数の約1割を占める。この数は世界的に見ても大きな数である。 飼育しやすい日本の気候に加え、フランキでヒナを返す技術や、病気の治療法を確立させ、順調に繁殖させてきた背景がある。絶滅危惧種である一方で、日本の動物園では増えすぎが問題となっている。そのため、現在は産卵された卵の9割を、石膏や紙粘土などで作った木卵とすり替えて、繁殖を抑制する事態になっているという。 もっとも他の国々では飼育しにくいペンギンであると言われ、日本のように大量に増えて飼われている国の方が珍しい。このような経緯で2006年現在ではチリの飼育担当者が来日して研修を受けたり、チリへフランキを送ったりなど日本の繁殖技術を南米に移植する動きが出ている。ありがとうございます。